部屋の入口部屋の勝手口伊勢の海部屋は、日本相撲協会所属で、時津風一門の相撲部屋。九代伊勢の海が、独立を志していた、春日山部屋の幕内、藤の川を譲り受ける。藤の川は1942年5月場所から伊勢の海部屋ゆかりの柏戸と改名して、九代伊勢の海と、共に、伊勢の海部屋を再興した。しかし、 1946年8月に9代伊勢の海が亡くなったため、部屋の力士たちは再び、西木島部屋に所属し、時津風一門に合流することになった。柏戸は1949年1月に現役を引退して、年寄り10代伊勢の海を襲名して、伊勢の海部屋を再興し、横綱、柏戸や関脇、藤の川といった関取を育て上げた。3代伊勢の海から、 カシワドの四込名を名乗った者が、年寄り、伊勢の海を代々継承してきたが、1982年12月20代、伊勢の海が亡くなった際に、この時期にはすでに、鏡山部屋を起こして独立していた元横綱、カシワドこと七大鏡山が、本来ならば継承する、はずの伊勢の海襲名を誇示したために、八代続いた伝統が途絶えてしまった。そのため、年寄り、 10代立川を襲名して、伊勢の海部屋の部屋付き親方となっていた、柏戸の弟弟,弟子の藤の川が11代伊勢の海を襲名して、伊勢の海部屋を継承した。11代伊勢の海が師匠を務めた時期には、関脇、土佐の海や幕内、藤の川、北、勝時などといった関取を排出した。2011年9月場所千秋楽に11代伊勢の海が、 定年退職を迎えたため、伊勢の海部屋の部屋付き親方である11代将の、裏が11代伊勢の海と、秒跡交換する形で12代伊勢の海を襲名して、伊勢の海部屋を継承した。部屋継承後、12代伊勢の海はそれまでの東京都、江戸川区春江町から、現在の東京都文京区仙国へ部屋を移転した。 12代師匠の自宅がある5階建てマンションを改築1階に土俵を作り、4階までお部屋が使用している。現在までに12代伊勢の海は、仙台からの弟子である関脇、勢山空地西木木といった関取を育てている。江戸時代からの伝統を持つ部屋として、多くの所属力士には一人一人江戸時代からの部屋伝統の仕込めを授け、 命名の際は、親方が、その由来を、きっちりと教え込む。そして出世に伴ってより大きな四行名を名乗らせ、最終的には、柏堂を目指すこととなる。これは、昨今の四行名の主流となっている、親方の現役時代の四行名から一時取るとは一線を、隠している。1五十七年に、江戸の大相撲で初めて、縦番付が発行させた際にはもうすでに、存在しており、 このように、江戸時代から続く伝統を持つ部屋であったが、大正末期には衰退していた。小車部屋分裂の際には、当時の師匠であった八代伊勢の海こと、柏戸総五郎が、関脇、ミスギーソと彼に従っていた弟子たちを伊勢の海部屋に預かっていたが、1929年に、ミスギーソが引退して花籠部屋を起こしたため、本家の伊勢の海部屋から、所属力士が、 一気に抜ける事態となった。その後、1933年1月場所限りで、幕内、内山をはじめとする弟子たちを西木島部屋に預ける、形で、伊勢の海部屋は消滅した。ベースボールマガジン社、大相撲名門立伝シリーズ、時津風部屋 P30 から34、伊勢の海部屋が部屋開き、文京区唯一の相撲部屋に、 www.chibanippo.co.jp2021 年2月1日閲覧オズモージャーナル2017年6月号75ページ令和元年度版最新部屋別全スマイ人写真名館相撲2019年5月号別冊付録ベースボールマガジン社9ページオズモージャーナル2017年6月号72ページ ありがとうございます。